然ごめん。もう遅い、同窓会始まっちゃってるよ。ごめんって、もうタクシーっすか。仕事終わるの遅くて。ねえ、ゆうゆう久しぶり。あんたたちうまくやってんの？まあ普通かな。普通ってことないだろ、うまくやってるよ。ねえ、いいな。ねえ、私また離婚しちゃった。え、また？うん、何回目よ。え、どうしよう。おー、来たね、幸せ夫婦。先生、お久しぶりです。横山先生、ご無沙汰してます。あ、ゆうや杉山も来てるからさ、あっちで飲もうよ。ね、おい、やっぱり俺あっち行ってくるよ。え、ダメ、もう少し二人きりにさせてあげよう。初恋の人との再会なんだから。やっぱそうなの？ユミの初恋の相手って横山先生？え、知らなかった？ラブレター書いたんだよ。あ、でも先生真面目だから振られちゃったんだけど、それで落ち込んでる時に告ってきたのがあんた。いや、タイミング良かったよね。いや、じゃないとあんたみたいなガリ弁とクラス1のマドンナが付き合えるわけないもんね。なんだよそれ。やっぱり俺。いや、だってさ、いや、だって今さらどうにかなるわけじゃないじゃん。いや、ユミは今少女時代に戻ってんの。だから邪魔しちゃダメだって。なおさら心配だよ。いや、ユミ言ってたよ、ユウヤのそういう嫉妬深いところがちょっと困るって。本当に？いや、本当本当。てかユミが浮気とかするわけないじゃん。じゃあさ、あんた私と浮気する？何言ってんだよ、やだよ。しようよ、いいじゃん。飲みすぎだよ、バカ。心配か？何言ってるんですか。向こうの方こそ心配だろうな、ユミみたいないい女を女房にしたんだから。酔ってますね。酔ってるよ。俺、結婚式の時にユミのことを見た時後悔したんだ。あの頃、教師の立場なんか捨てて君の思いに応えればよかったと。そんな。君からもらった手紙まだ持ってるよ。え？やだ、捨ててくださいよ。捨てられるわけないだろ。ね、おっぱい触っていいよ。ほら、お前触っていいよ。やめろって、ダメだよ。やめて、冗談に決まってんじゃん。あんたのこと試したの。なんだよそれ。ユミのこと愛してんだね。あー、つまんない。ユミちゃん、久しぶり。え、ナオコ久しぶり。ねえねえ、あっちにさ、村野と片岡来てるよ。え、あのコンビまだ生きてんの？一緒に写真撮ろうよ。え、撮る。じゃ、お幸せに。はい、芹沢です。お疲れ様です。はい、ちょっと待ってください。はいはいはい、確認したつもりだったのですが申し訳ございません。朝までには修正したものをお送りしますので。はい、本当に申し訳ございませんでした。失礼します。どうしたの？いや、参ったよ。今日納期のデータが壊れててさ、朝までには修正して届けないと。終わるかな。大変だね。俺行くけどさ、ユミはどうする？あー、来たばっかりだし。そうだよな。あ、みんなによろしく言っといて、先生にも。うん、なあユミ、浮気しないでくれよな。何よ急に。ごめん、じゃあ行ってくる。うん、頑張ってね。やばくないそれ。よかった。あ、ちょっとちょっと、それ私のだから。あ、そうだっけ。あれ、ユミ旦那は？何回忘れたの。今仕事で会社なの。あー、そっかそっか。いや、じゃあさ、いや、みんなで応援してあげない？え、そうだ、ほら、みんな集合。どうした？どうした？終わらねえ。
仕事頑張ってね。出ないの？あの、ごめんなさい、先生。何？私、酔ってて。帰ります。すいません。何言ってんだ、もう帰れないよ先生。今夜だけ、今夜だけ昔に帰ろう。ダメ、ダメです。本当に後悔してるよ。